ってて。了解。では、ゲロ行動に移ります。参ります。状況。距離を射撃戦なら、シミュレーションの対象。もっともっと、目指すところは先ですわ。まだです。参ります。動けば。サーチ完了。当てる。引き金を引く。射撃戦なら。まだです。私の番。やりましょう。シミュレーション通り。次。サーチ完了。引き金を引く。距離を取って。行きますわ。射撃戦なら。やりました。対象進入。しまった。了解。ではよし、行動に移ります。やりますか。ハマる。見てて。当然ですわ。次。しまった。私の番。行動開始。これぐらい過信せずに行きましょう。少しはマシになったら。やっぱり移動は徒歩が性に合ってるな。一気に攻めます。よし参ります。さあ行きましょう。引き金を引く。行動開始。撃ちます。はこの距離これなら。さて、この距離。よし撃ちます。はっ撃ちます。目標撃破。次のポイントへ向かいましょう。まあ、こんなもんでしょう。一気に攻めます。さあ、やってみるか。行動ハマる。見てて。やりました。さて、やりますわ。行きます。撃ちます。ハマる。これなら。くそ。射撃戦なら。引き金を引く。当てる。次のフィーズに行こう。見てて。サーチ完了。この距離。これなら。はっ。これなら。目標撃破。作戦終了。粘度が上がりました。あれ？強くなってる？
人の力。みんな、調子が悪いときは遠慮なく言うんだぞ。性に合ってるな。くじれました。了解。さあそこタイミングをファイヤー。何さて撃ちます。やっ、目標撃破。たそこ、どうだ。やりますわ。タイミングをこの距離です。行動開始。さあ状況確認。わーい、撃破勝利。使えるか。やったっす。勝ちました。
回収した。しまった。行動開始。やるぞ。回収した。調子が悪いときは遠慮なく言うんだぞ。奇襲です。何？参ります。了解しました。行きましょう。やな。石膏部隊によるとこの辺りにソルがいるはずなんだが。アイさん大丈夫？顔色が悪くてよ。大丈夫、気にしないで。私は本当に大丈夫だから、うん、あ、アマル。オッケー。隊長、二次方向に敵へ確認。接近までおよそ30秒。ワルキューレ隊全員戦闘準備を取れ。来るぞ。全力で行きます。
では命令とあれば。何この程度は。さあやまだです。私の番。くそ精神タイミングをやるぞ。解読しないと。ソルの姿はありませんね。逃げられたか、ガセをつかまされたかのどちらかでしょう。そうか。ヤクモ、なぜ笑う？私、笑ってなんか。いや、確かに口角が上がっていた。姉と会わずに済んだアンドからか。それとも違う。私はワルキューレ隊の一員として。自分お腹が減ったっす。このままだと倒れそうなので、すぐに本部に戻りたいっす。そうだな。
キメラを倒すという任務は果たしたんだ。いつまでもここに留まる理由はない。すぐに本部に戻ろう。いいな、二人とも。了解しました。同じく了解しました。ありがとう、篠原。助かった。ちょっとわざとらしすぎましたかね。あ、でもお腹が減ったのは事実なんで。いや、あれぐらい強引で構わないさ。お礼になるかわからないけど、今日の俺の夕飯のデザート持って行っていいぞ。ありがたくいただくっす。まずい状況だな。ソルが現れなかったことで愛が疑われているようだ。早めに何とかしないと。対象を確認しました。全力でいく。撃ちます。サーチ完了。これなら。何？ファイヤー。そこ接触距離は射撃制なら距離を取って。あとは押して返す。現さなかったか。ご期待に添えず申し訳ありません。お沙汰に指令、提案があります。許可する。言ってみろ。ソルが関わる任務からアイさんを外すべきです。クーちゃん、肉親が関わる事案に関係者を起用しないのは、感情面への配慮と同時に情報漏洩を防ぐ意味があります。家族だとつい口を滑らせちゃうこともあるかもだしね。待ってください。私は姉さん、いえ、ソルに情報を渡してなんていません。先日の戦闘以降一度も接触していません。本当です。では今日の任務では石膏部隊の情報が間違っていたと。それは。みんなやめろ。愛はそんな。うおー、寒い。突然の冷風。失礼しました。皆さん任務直後で頭がほてっているようでしたから、少しエアコンで冷やそうかと思いまして。ルーナ、皆さん今まで愛さんをどんな目で見ていらしたのかしら。肉親の情に流されて簡単に仲間を裏切るような人だとでも。ルナ、もし本当に彼女がそうなら、その時は私が責任を持って成敗いたしますわ。まあそんなことは起こりえないと思いますけれど。一宮の言葉を信じよう。本日はこれにて解散。以上。了解しました。ああ、体が冷えてしまいましたわね。
シャワーでも浴びてきましょう。知らぬ一宮に救われたな。礼を言っておくと。了解しました。なんだ、最近本部にいると視線を感じる気が。敵意は感じないが、あまり気持ちのいいものではないな。待ち伏せして誰なのか確かめるか。どこに。お前が犯人か。はあ、クー、すみません。俺のことをずっと見てたのは君なのか。はい、すみません。いや、謝らなくていいけど、理由を聞かせてほしい。どうしてこんなことを。あの、隊長がどんな人か知りたくて、観察を。今後こういったことはやめてほしい。知りたいことがあったら直接聞きに来てくれ。でした。さっき言語がなんか騒いでたけど、なんだろうね。お兄さん、なんか知ってる？ああ、俺の分のデザートを譲るって話をしたりしなかったり。ああ、ガナちゃんのデザートか。言語大好きだよね。アマルも食べたいか。甘いのは嫌いじゃないけど、そういうのって女の子が食べるイメージだし。俺は好きだけどな、甘いもの。みたいだね。お兄さんは周りの目とか気にしないんだ。全然気にならないわけじゃないけど、でも男だからとか女だからとか関係ないと思うぞ。好きなものは好きでいいと思うんだ。だからアマルも難しく考えないで食べればいいよ。ごめんごめん、僕どっちかっていうとしょっぱいのが好きなんだよね。だからすっごく我慢してるとかじゃないんだ。あ、そうなのか。塩分の取りすぎは気をつけた方がいいぞ。うん、気をつけるよ。あら、シャワーを覗きに来たんですの？違うって。その、さっきのお礼を言いたくて来たんだ。お礼？愛さんの件でしたら別に礼を言われるほどでもありませんわ。だって彼女みたいな不器用な人が私たちを騙して情報を渡すなんて、器用なことができるわけありませんもの。それにワルキューレシステムに選ばれた誇り高き者が仲間を裏切るなんてありえませんわ。隊長もそう思うでしょ？そうだな。ルナは本当に愛を、そしてワルキューレシステムを信頼しているんだな。ええ、もちろんですわ。ワルキューレシステムは私にとってかけがえのない全てですもの。愛さんも皆さんもそのワルキューレに選ばれた大切な仲間です。もちろん隊長も。ありがとう。さて隊長、私そろそろシャワーを浴びたいのですけれど。ああ悪い、じゃあ俺はこれで。あのさ、礼はいらないって言ってたけど、今日は本当にありがとう。ルナのおかげで愛は救われたと思う。仲間を信じるって単純だけど大切だよな。それを実行できているルナはすごいと思う。そういうところ俺は好きだよ。去り際に変なことを言わないでくださいまし。ほら、早く出て行かないと服を脱ぎますわよ。うわ、出て行く、出て行きます。それじゃあ。そういう意味の好きじゃないって分かっているのに、もう。